はい、ドゴミさん、バクレーです。アンセムやっていきましょう。で、今回はコロッサスの小技集的なことをやらせてもらおうかと思っております。で、ほんな大層なことを言わんと思うんですけど、まあまあ、ぼちぼち見てやってください。で、フリープレイの方で紹介していこうかと思ってるんですけども、その前に若干口で説明をしていこうかと思います。終わりなき行為の、まあ、ちょっとした知っとったらええんちゃうかなぐらいのやつだったり、格闘のキャンセリングだったりを紹介していきたいと思います。で、あと生放送のコメント欄で、昨日一昨日だったかな、教えてくれたんですけど、この武器ダメージ右下オプションですね、武器ダメージ125とか書いてあるやつ、あれのマスターワークの今のとこ分かってる限界値っていうのが 175% らしいんですよ。もしかしたらもっと上があるかもしれないんですけど、聞いた情報だったらとりあえず175まで出てるみたいなので、もしかしたら175と125とか同時に出て、マスターワークのくせに、ダメージアップが 300% いくだとか、もうレジェンダリー並みの強さを発揮するようなマスターワークが出る可能性があるんで、今レジェンダリーがかなり出づらくなってる状態なので、クラフト力入れてみてもありなんじゃないかと思いました。はい。それと、コロッサスのアップデ後なんですけど、バトルクライにさらに敵のダメージ耐性を 33% 下げるっていう能力がついたんですよね。だから敵のヘイトを取るだけではなくて、防御力も下げるっていう効果もついてるんで、ヘイト取られてる敵って頭の上からなんかビーコンみたいな赤いやつ出てるじゃないですか。まあ、あれが出てる敵はヘイト取られてるプラス、防御力が下がってるっていう、表記なんで、まあ、そいつはダメージ与えやすくなってますよっていうことですね。だからそいつを優先的に狙ってあげると、まあ、時間切れになるまでにダメージを、与えれるんじゃないかと思います。そんな感じかな、口で言うところは。では、フリープレイの方に行って、紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、来ました。ではやっていきましょう。最初は終わりなき行為の説明からやっていきます。ほんまだよ、そんなごついことじゃないんやけど、終わりなき行為、エピック以下で言うとトーレントなんですが、こないして重心回り切ってから、最大レートでぶっ放せるっていう銃なんですけど、これ普通にね、敵と会った時とかにさあ撃と思ったら、こないして若干ラグがあるんですよね、撃つまでなんやけど、まあこれを早くするだとかじゃないんですが、こうやって敵の塊をよっしゃ倒したってなった後に、次ってなって走っていって、まあまあ結構近場やけど、こないしてまた若干ラグがあって打ち始めるっていう、これがね、そのうちちょっとだけ、イラってするところがあったりもするかと思うんですけど、こいつ結局エイムしてるだけで射撃ボタンを押さなくても重心が回ってくれるので、まあ例えばこないしてね、よっしゃ倒したで、エイムしたまんまやったら、こうやってずっと回りっぱなしなんで、まあいつでも最大レートから撃てるよっていうだけの説明です、最初は。はい。まあ、だから、移動するときとか遅くなっちゃうんですけど、エイムしながらジャンプできる人だとかをこないしてやってあげてもいいんじゃないかと思います。普通に歩くよりかはジャンプするとこうやって移動は早いと思うので、一回やってみてください。で、このトーレント時代、リロードがまあかなり長いから、あの弾薬ドロップ率っていうオプションがあるんですけど、それを豊富に積んでおくと、弾薬のあの緑のやつ拾った時点で直接弾倉の方に何歩か弾が戻ってくれるので、リロードのストレスだったりも減っていくと思います。まあ、気が向いたらつけてみてください。最初の説明はもうこれだけですね。で、次、今回これは、最初に持ってこようかと思ったやつなんやけど、ちょっと終わりなき行為になっちゃったんやけど、格闘のキャンセリングを紹介していきたいと思います。前やったらね、なんかこないしてシールドのやつだったりを紹介したと思うんですけど、これも後でおさらいとして紹介するんですが、今回はこれについて紹介していきます。で、このパンチね、まず最初にキャンセリングの前に知っておいてほしいことがあるんですけど、地面のパンチとちょっとでもええからジャンプしてパンチするのやったらダメージが全然違うんですよ。例えば地面パンチ、これね、さっき、そこら辺の装飾系の子に殴ってみたら、まあ、1万ぐらい減るんですけど、ちょいジャンプ以上のパンチ1万5000ほど減りました。で、 50% とは多分そこまで上がってないかもしれんけど、まあ低く低く見積もっても 40% 以上は、ジャンプした後上がってると思うので、コンボするときだとか、まあ殴るときだとか、ちょっとでもええから
ジャンプしておけばかなりのダメージアップが見込めるので、コロッサス殴るときはちょいジャンプ癖つけた方がいいかと思います。でキャンセリングなんですけど、地面じゃできないんですよ。空中ジャンプだったらできるキャンセリングやりますね。普通だったらこうやって殴った後ちょっと硬直ありますよね。今ダッシュボタン連打してるんですけど、これぐらいラグがあるんですよ。というか硬直がね、なんやけどこれをゼロにします。こうやって地面についた瞬間に盾を展開します。やったらこうやってすぐに走り出せるので、コロッサス自身が硬直なしのニュートラル状態に戻るわけなんですよね。やから盾構えた瞬間にこうやってギャレットハンマーだったりもすぐぶっ放せるし、格闘シールド何かの武器っていうのもできるし、格闘シールドキャンセルですぐに銃を撃つっていう方にも移行できるので、うん、まあ、ほんまニュートラルに切り替えるから、その時その時に自分がやりたいことすぐに移行できるっていう感じですね、うん、何言いたいか途中では分からなくなってもだけど、殴ってシールド、殴ってシールド、うん、殴ってシールド、すぐにバトルくらいとかもできます。で今若干気づいた方もいるかと思うんですけど、地面につく前からキャンセルが可能です。まあなんでパンチしに行って、あやっぱやめとこうっていうのもできます。こうやって、うん、空中からパンチしに行ってやっぱやめとくとか、まあ普通にね、さっき紹介したこうやってやってもいいし、やめとくわっていうのもできます、うん、空中、格闘のキャンセリングですね。いろんなことに応用できると思うので、今アップデコからかなり格闘をする頻度が増えてると思うんで、うん、まあぜひともやってみてください。キャンセリングはこんな感じですね。やっぱ、格闘のキャンセリングはこんな感じでございます。で次ちょっとしたキャンセリングなんですけど、レールガンだとか、まあ、ギャレットハンマーですね。こうやって溜めてる状態の時、これもシールドでキャンセリングできるので、うん、まあ、知っとってもたんまに役立つんじゃないかなっていう感じでございます。で左肩の部分で言うと、もはやもうボルティックドームでほとんど固定されつつあるんですけど、まあまあ、 あのファイアウォール迫撃砲だったりタイタンヒールだったり、こうやって、うん、曲線型のこういう射線いうか、うん、出るやつなんですけど、これもねシールドでキャンセルできるので、まあ役に立つ部分があるかもしれないですね、うん、そんな感じでございます。で最後に、過去でも紹介したんですけど、シールドのタックルの、やり方ですね。こうやって前行って後ろ行って前行って後ろ行ってってやるだけでもそれなりに、うん、縦タックル連打できるし、ジャンプ前出しジャンプ前出しっていうのを高速でやれば、シールドのこのタックルが超高速でできるっていう技ですね、うん、まあこんなのもありますよって感じでございます。やからコロスケ今回、主に紹介したかったのはこのパンチです。パンチキャンセル、うん、でこれさっきから地面についた時に爆発のエフェクトが出てるんですけど、ヒーローランディングっていうモッドをつけてます。これをつけておくと、勢いよく着地した時に炎ダメージが、まあ飛び出すっておかしいな言い方爆発して炎ダメージを与えるっていうモッドなんですけど、アップデ前だったらねそんなにいらんような感じのモッドやったんですけど、アップデされてからダメージかなり乗るようになったので、うん、だから空中ジャンプ1万5000言うてさっき言いましたけど、この炎ダメージも合わされば、2万何もいくんで、うん、かなりダメージの上乗せにもなります。はい、まあ、やからやってみてください。この主に言いたかったのはこれですねこれだけやったらちょっと動画自体短くなっちゃうからあれだったんやんけど、まあぜひともこれやってみてください、うん、格闘キャンセル、今回はこんな感じでございます。いかがだったでしょうか。なんか一個でも、知らない情報があってくれたんなら、幸いでございます。もう一回だけ、ゆっくりですけどおさらいしていきたいと思います。ちょっともうちょっとだけお付き合いください。まあ終わりなき恋はこうやって最大レートにするのは別に射撃しなくてもエイムしてるだけで重心が回るので、割り切った後に射撃をすればいつでも最大レートで撃てますよっていうやつで、ギャレットハンマーだとかレールガン、こういうゲージ付きのやつですね、貯めれるやつは丸ボタン、シールドを構えるボタンでキャンセルができますよ。で、縦タックル連打するには、まあ、地面で前行って後ろ行って前行って後ろ行っても繰り返すか、ジャンプ前ダッシュジャンプ前ダッシュをこれですね、これを
地面ギリギリで連打するか、うん、で、シールドタックルが連打できますよ。で、最後に空中格闘は丸ボタンでキャンセルできるんで、まあ、殴った瞬間に盾構えて打ちに移行したり、まあ、いろんなことに移行できますよっていう紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございます。また気が向いたら、見に来てやってください。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様です。